議会議事堂でグルジア王国時代の国旗を掲げてデモを行う市民2003年11月8日バラ革命は2003年にジョージアで起こったエドアルド・シェワルナゼを大統領辞任に追い込んだ暴力を伴わない革命である。グルジアでは1992年以降シェワルナゼを最高指導者とした統治体制が築かれていた。シェワルナゼ政権は 全身的で穏健な統治を推進していたが、しかしそのことが体制内に異なかれ、主義を蔓延させ、政権周囲の一派に、グルジアの経済成長を阻害することになる汚職が、拡大していく原因となった。当時のグルジアは、西欧の水準から見て、経済の状態が非常に乏しいものであり、また、ロシアの支援を受けて事実上分離、独立状態にあるアブハジアや、 南オセチアもグルジア政府の支配が及ばず、アジャリア自治共和国もグルジアからの分離を掲げるアスラン・アバシゼの統治下にあった。シェワルナゼはこのような状況に対して急進的で弾圧的な態度は取らなかった。その結果、政治的、社会、経済的な危機から2003年11月2日の議会選挙直前に国民の不満が募り、 シェワルナゼ派のシングルジアのためにや、アバシゼが率いるグルジア再生民主同盟の選挙での勝利に対し、ミヘール・サーカシュビリが率いる野党国民運動や議員であったニノブルジャナゼやズラブ、ジワニアラが属する連合民主党は、この選挙結果に反発した。でも運動中にマイクを持つ、サーカシュビリ2003年11月9日、トビリ市内にて2003年11月2日、グルジアでは、 議会選挙が行われたが、この選挙結果に対して、国内外の選挙監視団体からは、セワルナゼよりの著しい不正捜査があったとして、非難された。サーカシュビリは、この選挙で、自らの勝利を主張し、また独立系の出口調査も、その勝利を裏付けていた。さらに、グルジア国内で活動する選挙監視団体、公正な選挙と民主主義のための国際社会でも、 平行開票集計が行われ、サーカシュビリの勝利を確認していた。サーカシュビリと野党連合は、エスフトの PVD を正式な結果として受け止め、グルジア国民にシェワルナゼ政権に対してデモを実施し、また市民による非暴力的な不服従を行うことを呼びかけた。また主要な野党は、 シェワルナゼの退陣と再選挙の要求で一致した。11月中旬、大規模な反政府デモが、トビリ市の中心街で始まり、グルジア国内の主要都市でもこの動きが広まった。青年団体クマラのザイグルジアグループや、自由協会といった、非政府組織も、この抗議運動に参加した。シェワルナゼ政権は、アバシゼの支援を受け、支持者数千名に、 トビリ市での政府支持のための対抗デモを行わせている。サーカシュビリの大統領就任式野党の抗議行動は11月22日に頂点に達した。この日、政党ではないとみなされていた審議会が開会されるが、サーカシュビリ率いる野党支持者は手にバラを持って議会ビルを選挙し、シェワルナゼの議会開会演説を妨害、シェワルナゼは 護衛に守られ逃亡を余儀なくされた。この経緯からこの事件はバラ革命と呼ばれるようになる。その後シェワルナゼは国家非常事態宣言を発し、治安部隊や警察をトビリシの大統領皇帝に動員した。ところが軍部公館は政権支持を拒否。11月23日夕方、シェワルナゼはロシア外相イーゴリーワノフの仲介を受けてサーカシュビリや シワニアラ野党指導者と会談し状況を議論する。会談後、シェワルナゼの大統領辞任が発表され、この発表に、トビリ市内で市民から歓声が上がった。10万人を超えるデモ参加者は一晩中その勝利を祝い、花火が打ち上げられ、ロックコンサートが催された。その後大統領には選挙で落選していたブルジャナゼが、選挙実施まで暫定的につくことになり、 また最高裁判所は、先の議会選挙の無効を宣言した。2004年1月4日、大統領選挙が実施され、サーカシュビリが圧勝、同月25日に新大統領に就任した。2004年3月28日議会再選挙が行われ、サーカシュビリを支持する国民同盟、民主党が対象した。なおこの選挙で他に議席を確保できた会派は、新右派。 産業がグルジアを守るのみであった。2004年11月のウクライナ大統領選挙の結果が争われ引き起こったオレンジ革命は、グルジアのバラ革命の刺激を受けたものとされている。グルジアの国旗が、ビクトル・ユシチェンコの支持者によって振られている様子が、見受けられ、ユチチェンコも群衆に向かう際に、バラの花を手にしていた。グルジア議会防衛、安全保障委員会委員長で、 自由協会のメンバーだったギビタルがまぜは、ウクライナの野党指導者から非暴力闘争の方法について相談を受けており、また2005年のチューリップ革命では、キルギスの野党指導者にも指南していた。ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンは2004年12月23日、オレンジ革命が起こるさなかに、記者会見で、法の枠組みの外で政治問題を解決しようとする。 極めて危険な試みで、その発端は、バラ革命である。彼らは青いものを思考している。と述べている。なお、シェワルナゼはドイツから亡命の受け入れを打診されたが、自身はグルジアに残った。これはシェワルナゼがソ連邦外相時代に、ドイツ統一に尽力したことをドイツが高く評価してのことだった。ありがとうございます。